どうも、よしのりです。今回はヨーヨースタジオ山の設計士として活躍している伊藤さんに来ていただいて、ヨーヨーの設計についてトークしていきたいと思います。どうです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。FG ネイバーズ、 FG ネイバーズ、じゃあまずヨーヨースタジオ山についてお話聞かせていただきます。はい、元々オーナーは、弘前、青森、青森県弘前市に住んでいる森林さんがオーナーで、はい、ずっと個人的に同人活動、同人的にそのヨーヨーを作ってブランディングしていたメーカーさんで、はい、自身はそうですね、2011年、はい、だったと思うんですけど、ヨーヨーの、まあ、ツイッター上でヨーヨーの新しいヨーヨーを作るので、スペックとか、まあ、そういうのを募集しますっていうツイートがあって、はい、そこきっかけでずっと知り合うと思って、はい、そこからすごく仲良くさせていただいたので、はい、そのきっかけから自分自身のヨーヨーが欲しいなっていうのもあって、はい、リリーさんに相談させていただいて、そこから今に至っていくっていうような感じですね。はい、ヨーヨースタジオギャマってどういう、ざっくりですけど、本当その、まあ、世の中にないメーカーさんが作っていないヨーヨー、そういうか新しいコンセプトだ、そういうものを作っていって、自分たちが、まあ、単純に言えば自己満足でヨーヨーを作りたいっていうようなブランドだったんですけど、やっていくにつれてやっぱりその新しい新機構だとか、なんでこういうのを加工的にできるのに量産品ではやらないんだとか、そういうようなこととか、あとやっぱりそのヨーヨーを振ってると決まった壊れ方をするという、例えばメタルだったら地面にぶつけてるうちにブレが止まらなくなって、見てみたら軸が抜けちゃってるとか、軸が曲がっちゃってる、それも設計でそれが何とかできないかとか、設計でできるアプローチをいろいろ試してみようとか、そういうような形でどんどん有志というか仲間が集まって、でその盛り上げていくような形で両力するブランドになっていったという感じ。参加型のヨーヨーメーカー、日本では結構最初の方でしたね、個人的にヨーヨーを作っていこう。そうだったと思います。大体的にやったメーカーじゃなくて、そうです、ね、設計に関しては、はい、なんかどういったこうアプローチの仕方をしているのか、伊藤さん的なのか。森林さんはもともとどちらかというと引き算型で合理的で、このコンセプトでヨーヨーを作りますって言ったら、それに対してその回るような形にするという、はい、そういうのはものすごく今に来て、どちらかというとヨーヨー自体は遊びのものっていうスキルトイだって思ってるんで、あ、だからあくまでその競技向けというよりは自分が使ってて楽しいとか気持ちいいとか、そこに付け加えて他のメーカーさんがやっていないアプローチは試せるところは試したいっていうのがあったので、それでいうのを願ったのでやらせていただいたっていう感じですね。お父さんが思う遊びに向けたヨーヨーっていうのは、はい、なんかどういう形であれ、うん、その重心を持っていき方というか、こういうのを用いて説明していきたいと思います。基本的にヨーヨーって、まあ、プラスチックだったり、まあ、今はもちろんメタルが主流で、その中でもアルミだったり、ま
ちろんその人形実メタルだったり、はい、頭の力だったり、はい、でそれ以外の素材を使っていろいろ作っていらっしゃるメーカーさんももちろんいると思うんですけど、はい、やっぱりその外周がやっぱりその周りのってこう外側に重量を引き上げて、はい、っていうのが出てくる中心は極力軽くするっていうのが、まあ、回転するものを作るっていうか、これ回るものを作るっていうかセオリーだと思うんですけど、ただ個人的にそのもちろんそういうアプローチのヨーヨーももちろん好きです。だからそのバイメタルのヨーヨーも好きだし、もともとジャムヨーが好きだったので、はい、そうジャムヨーが好きだったので、やっぱりその回ってこそ正義っていうやっぱり時期は少なからずやっぱりあるんですよね、はい、でその中でもやっぱりそのジャム用だとアルミリムを用いた機種なのか、はい、真鍮リムを用いた機種なのかによって、はい、回転する度合いも違ければ回転力も違うじゃないですか、はい、そうするとやっぱりもともとはやっぱりその真鍮リムについているのがやっぱりずっと好きで、はい、どちらかというとなんかヒットンとかダークマジックとかっていうよりは、あのクレシアだったりスピーダーだったり、はいはい、っていうのがやっぱり好きだったんですよ。確かにこのアルクレールを見るとなんかクレシアっぽい、クレシアをなんかモチーフにしてるんだっていうのがすごいわかるな。やっぱリム感とかやっぱりこういうなんていうんですかね、どっしりリムがついたっていうかこう外側にリムがついているのがやっぱり好きですよね。ただそれだともちろんその外周にリムがついていることって、はい、ロングコンボをするっていうか、まあ、当時競技に向けのやっぱり一線を走っていたようなので、はい、なんかロングコンボをするってなった時にはやっぱり欲しい性能ではあるけど、はい、例えばなんていうの、あの別に練習したいわけじゃないの。あだからそのガチガチに練習した後ちょっと休憩したいなと思った時に別のヨーヨーを振って持って、はい、自分の手癖でやってる技やったりだとか、その時にやっぱやってる気持ちいいヨーヨーなんかこうそれぞれあるじゃないですか、はい、それがあの近隣に使ってるけど普段取っちゃうヨーヨーはフリーハンドだったとか、一番の理想は気持ちいい容量の定義っていうのは本当にそれぞれ難しいかなと思うんですけど、一番は自分のすぐそばにあって自分のライフスタイルの一部になっていてくれる容量だなっていうふうには思ってます。はい、その最初の頃に比べたら今はその次回るっていうよりかは、はい、かなりこう遊びに行くがこう思考になってきたってことですね。いまだにどっちも好きではあるんですけど、ただその競技向けのヨーヨーってさこう溢れているので、あ、まあ、そうですね。で自分がそのわざわざ作る必要があるかって言われると、回るヨーヨーってヨーヨーの大会とかと同じ感じでこう方程式に当てはめて、そうですそうですそうですよね、なんか変わり映えしなくなって、そうですね、その中でも今は競技の中でもこっち方面のプレイヤーとか、まあ、あれですね、プレイヤーの幅も広くなってきたので、はい、それに応じていろんな競技向けのヨーヨー出てきてると思うんですけど、やっぱりその東野さんが言うとある程度その方程式というかセオリーに当てはめていって、こういうプレイをする人はこういう性能になってことが必要。ある意味あれですよね、その大会にはちゃんとフィットした理にかなってはいるんですよ。理にかなってはいる。それはやっぱりその練習する時でもそうだし、実際本番でもそうだし、その人にやっぱりフィットした、その人に限らずですけど、大会に出る選手たちにフィットしたヨーヨーっていうのをやっぱり考えていたアプローチっていうのは、もともと大会に出ている人たちに来そうですし、やっぱりメーカーさんのほとんど、ね、あのオーナーさんってもともと元選手とかで、その選手だった人たちが、これからの選手と
が今活躍している選手に向けて表現ペグを作っていると思うんですけど、それだとシンプルにヨーヨーだけを楽しみたい人っていうのがちょっと気づかれしちゃったりとか、そういうこともあるんじゃないかなって普段こう図面を引いてたりしてると思いますよね。大会でこう言われちゃうと、始めたばっかりとか、そうそうなんかそんなにこうヨーヨー自体が好きでやってる、うんっていう、まあ、大会を見る専門でみたいな、それからしたらとっつきづらいですね。とっつきづらいですね。とっつきづらいし、何を選んだらいいかやっぱり分かんないと思うんですよ ね。自分がこういう技やりたいっていう、自分が進みたい方向性とかそういうものがあって、それに向かってこの要領を使っていくんだって決められるんだったらいいんですけど、言ってしまえば本当に自分がその要領を振った時に、まあ、僕自身が大事にしているのはその投げ出しの感触、それとキャッチの時とにかく痛くなること、あやっぱりR のそうですね、 R の取り方とかもそうなんですけど、トラピーズ有効幅でもそうですけど、トラピーズの有効幅を取っていけば取っていくとやっぱり鋭くなっていくじゃないですか、はい、そうするとなんか回転に弱り切ったところで戻すんだったらそうでもないけど、はい、ちょっとこう真ん中ぐらいのところで戻したら思ったより痛かったとか、そういうのもあったりとかするとやっぱりそこでモチベーション下がったりとかもするので、まあ、ちょっと悩ましいそうそれがあったりとかするので、なんか個人的に自分が欲しいと思っているヨーヨーっていうのはキャッチした時に痛くないっていうのがやっぱり理想 で、そうすると回転力はちょっと抑えめにしようとか、形状ももっと丸くしようとか、そういうのもあるし、仮に形状が鋭くてもその当たり面っていうのをキャッチする場所の面を少し平らにするとかさ、キャッチの時の衝撃はできるだけ少なくなるっていうように心がけたり、そういうのがしています。今まで商品として出されているものでも見る人が見たら、あこいつやってんだなっていうのが分かるものがあったりとかすると思うので、なんかそういうのも設計者ならではのその結果の癖がやっぱりあるので、そういうのを見てきてたらやっぱり面白いかなと思います。キャッチの時の衝撃ってギャップの狭さとかでも、その回ってる間にどれだけこう擦れてくれて回転力が落ちてるとかも関係します。関係します。なんでネオを設計するときは自分自身が心がけていることっていうのはギャップもそうですし、エッジの形状も固定化しない、基本的には全部バラバラに作るようにしている。それはなんでかっていうと、設計してる要領ごとにそもそもアプローチが違う、まあ、例えばそのパッドレスポンスしかり、エッジしかり、全部その決め打ちで作って、あとはこっちのフォルムだけで調整する、はい、でずっと違和感があって、ここもうちょっと例えばコンマ1ギャップ狭くしたらもうちょっとパッド噛みやすくなるよな、ここもうちょっとセパレーターの形状を丸くしてあげれば、その分だけ滑らした時にストレスなくなるなとか、そういうのをこうやってると、ボディの形状もそうだけど、もっと中心の、いわばベアリングもそうですけど、ベアリングのストリングってプレイヤーと直に繋がってるみたいな、ああそうですか。だからそこの部分がもっと感覚的に性能として、単純な今の性能としてじゃなくて、その質感として見えるようになってくると面白いなって思って、設計に常に組み込んでいるようにしています。ジャムがさっき好きだった、はい、いいお話なんですけど、はい、ジャムって時期によって本当に違うものをいろいろ出してるんです。あ、そうですね。かなり
設計に関しては勉強になります。スプラと組み合わさってても、そうです、スプラと組み合わさってるからこそ重さの持っていくところが分かりやすいというか、分かりやすい、そうですね。なので、なんかこんなにここにビム持ってるように見えるのに、なんでこいつこんなに回らないんだろう。そういうのとかも、あの形状を見ながら追っていくと、ああそういうことなのかと、こっち側に寄ってるからなのか、外周尾じゃないからなのか、あとはその折り方に関しても、その中心寄りに重さを持ってるんだなと、そういうのが見えてくると、それが自分自身のその設計のものが見える。今からジャムを手に入れて勉強しようって言っても結構難しいですよね。結構難しいと思います。ただあの一回例えばその自分自身がこれからことのヨーヨーの設計をしたいって思った時に、まあ、まずやるのってその何で図面を引くのか、それの使うのを CAD ソフトでやるのか、まずは手書きでもいいから書いてみようと。もうあの山でそのヨーヨー最初お願いした時は、自分の手書きの図面を森林さんに渡して、はい、でこういう風にしたいんですっていうのをイメージで伝えて、でそれで図面でに起こしてもらって、それの添削をしていくっていうので、その図面のやり取りを常にしていって、そこからじゃあ作ってみましょうっていう段取りを踏んでいたので、それってすごく時間がかかるんですよ。そうなんか僕も設計やってるからこそ思うんですけど、その手書きって本当お願いした人のセンス次第ですよね。結構数値が重要だったりするじゃないですか。そうです。本当になんかいいのができてるのすごいなって。そうですよね。いざ自分がこう図面を起こすようになってくると、はい、当初めちゃくちゃくちゃ言ってた感じ。よくこれ落とし込んでくれたなとかっていうのをやっぱりこう感じますよね。できる人がそばにいたことで、あ、自分の欲しいものができてたんだなっていう。でさらそれだけじゃいけないと。でそれで自分で図面を CAD 図面を引き始めた。なんかきっかけでどんどん設計に乗り込んでいったっていう部分がいっぱいあって、ちゃんと勉強しないと理解に至らないです。理解に至らないです。なんかそこそゴムネタクだったら単一の素材で、はい、基本的な寸法さえ間違っていたけど、あとは加工してくれるところに渡して形になってくるのを待つって目話になってくる。バイメタルだったりだとか、はい、削り出しのプラスチック系とかだったりとかすると、それだけでもなんか設計するアプローチが根本的に変わっちゃうというか、同じ性能のものを作ろうって思うと、金属ってそれぞれ金属も、まあ、プラスチックにも限られるんですけど、それぞれの差があるので、比重が違いますね。そうです。比重が違うので、比重が違うことで、比重もそうだし、その素材ごとに耐えられる薄さだとか、はい、あと薄さもそうだし、加工しやすい角度だったりとか、そういうものもあったりするので。実は図面をこう渡してみると、いやこれはできないんだよねって返ってきたりとかするとか、そういうのもやっぱり今ではもうなくなりましたけど、やっぱりやり始めた当初っていうのがやっぱりあって、そこを結構シビアに見てますよね。その切削する側に立ってその設計でこうちょっと爪を引っ掛けやすい部分を、はい、そうです、残しておいてあげる。あ、そうです。大体は今ね、加工機がすごく良くなってるので、ある程度こう一発で出せたりとかするんですけど、それだけじゃない、なんかその作ってくれる工場さんによって持ってる機械が違うだろうし、はい、なのでなんか加工するにあたってどの機械でもある程度加工ができる
ように意識的にしておく必要っていうのはやっぱりそこですね。なんか今容量の設計上に今一番気にしてるのは多分そこだと思う。あ工場側も嬉しいですけどね多分。どうなんですかね。なんかまたあいつなんかこんなギリギリの図面出してきてるって思われてるんじゃないかなって思うこともありますけどね。だからこそ ある程度無理してる部分があるからこそいい製品ができる場合もあるし、逆に無理をしないからこそいいものができるケースもたくさんあると思う。それがなんか数値上とか計算上はこういうふうに出るのとかでも実際に仕上がってきたら思ったのフィーリングじゃあまり気持ちよくなかったとかっていうことも結構ある。まだまだなんか言われるの難しいですよね。トライアンドエラーの繰り返しですよね。トライアンドエラーの繰り返しですね。でそれでいろんなケースを試してみて、で徐々に知見を深めていって、それが最終的にその自分が作りたいものとかそういうものにこうつながっていけたらいいなっていうふうに聞いて思います。